して16歳のココナです。今日は熱海に来ています。イエーイ。サンビーチってところにいます。ここ今サンビーチ、めちゃめちゃ暑い。太陽が、あ、日焼け止めいっぱい塗った。日焼けないといいな。海がキラキラしています。綺麗です。じゃーん、セーラー服です。イエー。今日は昨日から私はここ来てて、泊まって今日全泊したホテル。気持ちよかったですね。なんか楽しいよね、ホテルとか。ワクワクする。で、そう、日焼けが怖い。この前ね、あれ一昨日かな、体育祭があったのね。だけど体育祭では私競技出るやつ以来全身ジャージ着て、めっちゃ日焼け止めも塗って日傘さしてたし、委員会の方の仕事のところで待機してたから、あんまりね太陽当たんなかった。競技中だけハードルと玉入れとリレー出た。疲れた、めっちゃ疲れた。筋肉痛がすごかった。頑張ったよ。ハードルね、私以外の子出る人みんな男の子で、飛べるかなって思ったんだけど、飛べちゃった。意外といけちゃった。イエイ。大変でした。でも疲れた。でも楽しかった。緑色の鉢巻きして、そう、緑かわいいよね。でもね、その後プリクラをねお友達と撮ったら、緑の鉢巻きなのに、なんかねめっちゃ綺麗な水色に映ったの。びっくりした。緑って水色に映るんだって思った。よかった。赤、今日赤、久々かも。赤、最近紺が多かったよね。赤、あれ紺だよね。うん、じゃあまたねー。